はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日は先日ちょっとですね、フェクターの回の時にお話をした、ロックトロンのメタルプラネット、これね、私大好きだよって言ってたこれですね。これをまあそれ言ったっきりねだったので、言ったっきりでその後何もフォローなかったので、あのですね、ちょっとお声をいただきまして、いやそこまで好きって言ったら音鳴らしてよっていうことで言われたので、今日は音をちょっとね鳴らしてみようと思います。ちゃんとね、あの なんて言いますかね、アンプで鳴らそうと思います。これがどんな音するのか、あのね、お届けしたいと思います。でこれ、まあ、ちょっとね、前回の動画を見られてない方もいると思うんですけど、簡単にもう一度この製品、ロックトロンのメタルプラネットというこの製品ですね、これについてもう一回ちょっと簡単に説明させてください。これは非常にネットとかでは非常にですね、人気がない商品で、あの多分もうディスコンティニューじゃないかなと思うんですけど、ちょっと正確には分かんないですけど、あのね、なんかものすごい評判悪いんですよ、いろんなレビューを見ても。でなんかね、ボロックスに書かれてるんですね。それでそんな時にひょんなことから、このギターセンター、家の近くのギターセンターでこれを見かけまして、確かね、いくらって言ったっけ、29ドルって言いましたっけ、25ドルって言いましたっけ、なんかそれぐらいの破格の価格でこれ出てて、で調べたんですよ。そんな破格でディストーション手に入るのか、しかもロックトロンじゃないかって言って、ロックトロンって一時期高崎さんが使って、高崎明さんが使ってて、すごくね、有名になったブランドの一つだと思うんですよ。ちょうどあの三大ジーストの次のアルバム、あ、なんていう名前だったっけ、あのね、あれに、あれの時確かね、これを使って、このこれじゃないですよ、でもこのロックトロンの確かね、ディストーションかなんかを使ってたっていうのを機材で読んだことがあって、それで頭の片隅にあったんですね。でロックトロン、おロックトロンじゃねえかっていうので、非常に興味を持って、しかも値段がなんか20ドル、30ドル前後のね、激安で出てて、いやもうこれはもう買うべきだろうと思って、買う前にちょちょっとこうググってみたら、とんでもない評価がもうくっそみそに書かれてまして、誰一人いい評価をしてないと。もうちょっと言葉悪いですね、ちょっとやめましょうね、なんとかだと、非常にもうとありえない音だということが書いてあって、でもこの値段だろうと思ってお店に行って、で実際に試したんですよ。で試してみて、まあよかったら買おうと思って、高々だって25ドル30ドルのもんじゃないですか、そう思って行って、お店にあるアンプでつなげようと思ったら、そこに置いてあったのがライン6のね、なんかね、まあ非常に安いコンボアンプが置いてあったんですよ。それであのスパイダーですかね、スパイダーの初期の方のやつで、それでね、まあスパイダーっていろいろ歪んだりするんですけど、そのやつはね、あんまりなんかよく分からなくて、壊れてるのか、あんまりちょっと歪んでくれなくって、あの物足りない音しかしなかったんですね。でそれはちょうどいいと思って、これを試してみたところ、なんとですね、僕の大好きな80年後半90年前半のいわゆるジャパメタサウンドみたいな音が出るんですよ。ストライパーの音とか、ああいうのがパーンって出たので、もう即買いしたんですね。で未だに持ってますよっていう話を、まあ、前回のコンパクトエフェクターのシリーズの時にちょっとお話しさせていただいて、やっと戻ってきましたけども、はい、ということで、今回はなぜこれが僕は未だにも手放せないかというところを、ぜひですね、音を比較しながらやってみたいと思います。で今日はちょっとチューブで鳴らすので、もしかしたらいい音っていうか、いい音しないかもしれません。っていうか、アンプの音がもうそこそこいい音しちゃったらあれなんで。なので今日はね、ちょっとセッティングを、軽めの、どれぐらいだろう。原因を、ドライブチャンネルには一応してますけど、ドライブをね、まあ3ぐらい。非常に軽く、2か3ぐらい。3ぐらいにしてます。メモリをね。軽いクランチ系の音をちょっと作っております。で他のセッティング、イコライジングは全てフラットにしてます。その状態で原因を3ぐらいにした状態で、まあ実際これを踏んでみるとどうなるかなという実験です。でまあなんでこれクランチにしてるかと言いますと、このペダル あのいいところは、アンプがハイゲインのアンプがなかった時ですね、いろんなところで外で弾いた時に用意されてたアンプがハイゲインじゃなくて、例えばフェンダーのなんとかリバーブだったとか、そういうツインリバーブだったりとか、それとかまあミスター G とかね、あドクター G か、まあいろいろそういうのが出てきた時に、
意外と歪まないじゃないですか。そのハイゲインじゃないじゃないですか。ね。そういった時にもっともうちょっと歪ましたいなって言った時に、これがあればガンガンのハイゲインサウンドになりますよというものです。はい。はい。今、ちょっと語尾が変になりましたけど、そういうものです。なので、実際に本当にそうなるかっていうのを実験してみたいと思います。で、実際にちょっとアンプを鳴らす前に簡単に今日の機材を説明します。まあ、エフェクターはこちらですね。ロックトロンのメタルプラネット。これだけを使います。それからギターはいつもながらこの ESP-LTD のガスジモデルを使います。まあ、いつも説明してますけど、これを使う理由は、ピックアップがですね、これ ESP の LH150 なんですよ。で、非力なピックアップなので、まあ、ある意味、味付けしやすいというか、まあ、癖がないというか、まあ、よく言えば癖がないですね。で、パワー不足ってことは、エフェクターとかアンプとかを、カラーが出やすい。こっちが強烈に個性がありすぎると、何弾いても同じ音になっちゃうんじゃないですか。例えば EMG みたいにね。だけど LH150 ってパワーがないので、逆にその分、アンプの色とか、エフェクターの効果が出やすいので、今日もこちらを使います。はい、それでは、音を鳴らしてみましょう。まずはクランチサウンドからです。ここにこのロックトロンのエフェクトをオンにします。セッティングはエフェクトはマックスしましょうかね。で、あとは全部フラット、センターで、かつディストーション、これがミニマムになってます。オンにします。オフにします。オンにします。結構歪みますよね。なので、じゃあせっかくなんで音を少しねいじってみましょうかね。ちょっとミディアムを少しいじってみましょう。弾きながらいきます。どうでしょうか。歪みますでしょ。まあこれがですね、僕がこのプラネットメタルプラネットですね、メタルプラネットディストーションを手放せない理由です。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとねイコライジングを少し触りましたけども、後半でですね、イコライジングを使っていくと、この ミッドのフリクエンシーっていうのは、これがすごく影響しまして、なんか僕の好きなですね、ちょっとこうハーモニクス系が入ったようなコンプレッサーがかかったような音が出て、なかなかね、メタルチックな音になりましたよね。うん。ということで、まあ、おすすめです。私、個人的にはおすすめです。まあ、だからといってね、これを、定価はいくらか知らないんですけど、まあ、正規の料金を出して買うもんじゃないと思うんですよね。これ多分ね、いつのだろうな、おそらくですけど、アナログだと思うんですよ、これ。
間違ってたらすいませんけど、多分これ昔からあるもので、多分アナログじゃないかなって勝手に思ってますけど、はい。もし、まあ、ブックオフじゃねえ、ハードオフとかで、そういう中古とかでこれ見つけたら、一回試してみてください。結構ですね、メタル好きにはいい、90年代前半とかね、あの辺が好きなメタルファンには、もうこれはね、いいコアアイテムになると思いますので、ぜひ試してみてください。ということで、今日は、まあ、簡単な動画になりましたけども、このロックトロンのメタルプラネット。まあ、これがですね、僕のお気に入りペダルの一つです。ということで、音を鳴らしてみました。最後まで見ていただきどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ヒロでした。